すまないな、こんな時間に。あ、ステルクさん、ごめんなさい、ちょっと今日はお仕事できなくて。いや、今日はそういうようではない。たまたま近くを通ったので顔を出させてもらっただけだ。はあ。その冒険者の資格はどうなったのかと思ってな。あ、はい、ちゃんと新しい免許もらいましたよ。そうか、安心した。もしかして心配してわざわざ来てくれたんですか？違う、たまたま近くを通っただけだと言っただろう。ありがとうございます。そうだ、今お姉ちゃんがごちそう作ってくれてるんですけど、よかったらご一緒にどうですか？いや、さすがに今日は遠慮しておこう。彼女でさえ気を使ったくらいだしな。彼女？そっか、先生も。近いうち向こうのアトリエにも戻ってくるのだろう。その時にはこちらでもささやかなものを用意しておく。はい、楽しみにしています。では邪魔をしたな。あ、ステルクさん、まだ何か？これからもよろしくお願いしますね。ああ、こちらこそ。報酬の面前で言い争いなど。ステルクさんは黙っていてください。自分のことに口出しすることも許されんのか。とにかく今日はモンスター退治に付き合ってもらわないといけないから。ダメなの。今日は大きい材料拾いに行くんです。荷物持ちがいないと困るんです。荷物持ちならトトリちゃんはジーノ君とかに頼めばいいでしょ。ジーノ君はちっちゃいからたくさん持てないんです。ステルクさんの方が便利なんです。若い女の子に取り合いされるなんて、いいご身分になったものね。いやー、羨ましいわ。この状況のどこが羨ましいと言うんだ。ぼんやり見てないで何とかしてくれ。自業自得でしょ。自分で何とかしなさいよ。何が自業自得なんだ。俺は何も悪くない。じゃあステルクさんに決めてもらおう。それなら文句ないよね。いいですよ。ステルクさん、私と先生どっちと一緒に行くんですか？私が決めるのか。ではじゃんけんして勝った方というのは。ダメです、そんなの。真面目に決めてください。そうだ、では3人で行こう。まずモンスターを退治して、その後に材料を取りに行く。それでどうだ。3人で。そっか、そうすればよかったんだ。ステルクさん、頭いいですね。なんだ、喧嘩なんてすることなかったですね。それじゃあ早く出発しましょう。ああ、そういうとこが原因だってのに、やれやれだわ。